よろしくどうぞ。人気のイケメンたち、ジュエリーな輝き、底上げ、きらめき、お願いします。スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。それスノーでは目黒蓮はもちろん、阿部ちゃん、ショッピン、そしてラウールらも輝き、そんなラウール氏と言いますと、今年のジュエリーベストドレッサー賞を受賞したのも思い出されます。ラウール氏は大変光栄に思います。めっちゃ嬉しいです。僕が初めてジュエリーを身にまとったのは CD デビューの記念に宝石店でオーダーメイド。それを初めて身につけた時に、自分の心ごとキラッと輝くような気持ちになったのを今でも鮮明に覚えていて、自分はアイドルとして皆さんの心ごとキラッと輝かせられるような存在になっていくために努力していきたいと思います。これからも自分自身を磨き続けたいと思います。自分にとってジュエリーとは、自信がない時とかに底上げしてキラッと輝かせてくれることもあれば、自信がある自分をさらに輝かせてくれるものでもある存在で、スノーマンのメンバーはすごい賞をもらったねと褒めてくれたそうで、いろんな経験と実力をどんどんつけて魅力的な20代のアイドルになっていきたいと思います、とラウル氏で、この2023年のジュエリーベストドレッサー賞は麗しい女優の方々も受賞したんですけど、過去を振り返るとやはり様々に麗しい方々受賞しておりまして、その中で当チャンネルでもいつも注目させていただいている大人気のイケメン俳優横浜流星、彼も受賞しております。横浜氏は NHK 大河ドラマベラボー、こちらで主演務めることが話題ですね。そんな流星氏、ジュエリーベストドレッサー賞受賞式の際、司会者から女優の横浜流星さんですなんて呼ばれてね、紹介されてしまいました。まあ美しすぎたんでしょうね。それに対して、こんばんは、女優の横浜流星ですと笑顔で噛みたいような微笑み返し、そんなくだりも素敵な追憶。ジュエリーのように輝けるよう日々努力精進したいと思います、と横浜流星氏。この辺関連記事や動画なども最後に貼ってあったりしますので、ラウール氏は映画の情報などもあったりします、ご参照をいただきたいなというふうに思うんですけど、イケメン美女たち、キラキラ、宝石、ジュエリーの輝き、堪能したいと思います。どうもありがとうございました。お願いします。失礼します。